これより東京都板橋区立中台中学校の成果報告をさせていただきます研究推進医の木下星野渡辺ですよろしくお願いいたします本校では生徒の主体的な学びを重視した授業の工夫改善をテーマに各教科で検討し全教員で共通理解を図ることから始めました 生徒が主体的に学習し、対話的活動の中で学びを深めていくためには、学力の向上を図る授業革新が必要です。そのための柱として、問題解決型、探究型授業、共同学習の導入、指導と評価と支援の一体化の工夫の3点を掲げ、指導案は必ずこの柱を明確にして作成することを徹底し、授業を展開しました。板橋区では、 確かな学力の定着を図ることを共通の課題として掲げていますそこで本校では基礎基本の定着を狙いとした放課後補習教室や家庭学習課題の提示を行ってきましたさらに ICT 活用の授業デザインづくりによって主体的に学ぶ楽しさや達成感成就感を得られることを目指しています パナソニック教育財団の吉崎先生のご指導を賜り私たちは ICT 活用を授業のどの場面でまたどの携帯で使うことが効果的であるかの検証を重ねました導入では課題の提示や確認個別の資料収集等でまた展開では共同学習の活性化 話し合いの整理や発表の際にまたまとめでは学習の振り返りや次の時間の予告等で有効ですこのように携帯ごとの活用の流れを確立していきましたさらに各教科に共通した活用の方法を確認した上で数多くの実践的な授業研究を行うことで教科特有の活用場面 活用方法についての検証・検討を重ねましたその成果は ICT 機器活用の系統的な表にしてまとめましたここから教科の実践を発表させていただきますまず国語科です国語科では特に語彙力と読解力の向上を目指し ICT 活用による指導の工夫改善を行っています その中で共同学習を積極的に取り入れ自分の思いや考えの根拠を明確にして伝える力や主体的かつ意欲的な態度を養います。また評価の観点を踏まえ教科特有の ICT 活用デザインを考えていきました。教科特有の活用として国語科で最も ICT を有効に活用できる場面は展開での共同学習場面です。 個で考え、グループで考えを交流したり、問題解決に向けて意見を交換する際のタブレット端末は、グループでの考えの共有だけでなく、すぐに全体で学習内容を共有できたり、他のグループの様子を見たりと、共同の幅を大きく広げることになりました。また、プレゼン資料の作成や発表の様子を動画に撮って、自分たちの課題を見つけ、 改善するなどにも活用し活用できこれまで教師が一グループずつ指導してきたことが生徒同士で考えて高めていくものへ、ね、と変わっていきましたさらに ICT の使用により導入やまとめ板書の時間を短縮することで十分な話し合い活動を保障することができましたこちらは4年間の全国学力学習状況調査の推移です 全教科で本格的に ICT を活用し共同学習を取り入れた学習授業を推進することが軌道に乗り始めた27年を境に生徒の学力が向上してきていることを示しています特に国語 B が国語 A を上回り思考力判断力表現力を養う共同学習の効果を感じることができました生徒のアンケートでも分かるように 26年から27年にかけては、自分の考えを述べる、発表することの多さのポイントが大きく伸び、また意見を出し合う学び合いの授業のポイントが高くなっています。グループで交流したり考えたりすることを楽しむ生,生徒の姿が現れていると思われます。こちらは前学期実施している生徒による授業評価の結果です。赤色が肯定的評価です。 授業の分かりやすさや意欲については研究を始めてから年々少しずつですが肯定的評価が上昇しています。こちらは詩を工夫して朗読する学習です。読み取ったことをもとに朗読した自分たちの動画を見て改善点を話し合っています。上の写真はタブレット端末に入れた文章を構成や接続する言葉の働きを考えながら並び替えています。 共同で話し合うことで論理的な文章の構成を考えることができます下はタブレット端末に共同で話し合ったことを書き込んでいます物語文では多様な考えを引き出す発問を設定し全体でも考えを共有しますこの授業ではこの後教師用タブレットに意見を集約し前面の電子黒板に各グループの意見を出し出して共有しました 理科の研究テーマは、課題に興味を持ち、観察・実験の結果から論理的に考察し、主体的に課題を解決する力、共同学習により互いの考えを高め合う態度を育てる、にしました。理科特有の ICT 活用の授業デザインとして、理科の評価の観点をもとにしています。授業の流れは、導入で実物を見せたり、身近な話題を話したりすることで関心を引き、 学ぼうという意欲を高めてから課題を提示します展開では実験や観察を行ったり共同学習の資料を与えて課題の解決を目指しますまとめでは分かったことや気がついたことを書かせ定着を図ります理科の実践研究では ICT 活用は一斉指導場面で使うことが多くあります 共同学習や個別学習の場面も可能ですが、映像を見せて自然現象の実感を持たせたり、全体に効率的に情報を伝えたりすることする場面の活用デザインが終了となります。この ICT 活用が導入されたところで、平成26、27年度の児童・生徒の学力向上を図るための調査で、理科の授業はわかりやすいかの理由で、 グラフの赤い丸で示したところの項目に伸びが見られました。特に上の、自分の考え発表が多い、意見を出し合う学び合いの学び合い授業の項目は、主体的に課題を解決する授業や、共同学習を取り入れた授業の成果だと思われます。生徒による授業アンケートでも、授業の狙い、分かりやすさ、 意欲的な事業参加など、多くの項目で肯定的評価が80%を超えています。続いて、授業実践を紹介します。研究実践報告会では、理科は2つの授業、研究授業を行いました。1年生の圧力の性質を考える授業では、単位面積あたりにかかる力を生徒に導かせるために、グループごとに渡したタブレット端末に考えを書かせました。 それぞれのグループの考えを電子黒板に移し全体で共有しました下の写真では2年生の動物の分類です前の時間で各生徒はいろいろな動物の特徴を調べましたその学習をもとにタブレット端末に表示されている様々な動物を分類しましたグループごとに分類の方法が違い互いの考えを理解することができました今後個別学習での ICT 活用デザインにも研究の視点を広げていきます これまで国語と理科を実践事例として述べてきましたが数学ではどうでしょうか ICT の活用を個別の学習で使用する例として数学が挙げられます提示された課題についてグループではなく個別に考えタブレット端末に記入し全体で共有するという使い方が考えられます本校では年間を通して数回の授業研究を行うとともに 研究実践報告会も年に1回行っています各年度の研究実践報告会では多くの方がご来場されました28年度の報告会の来場者の方々に本校の生徒の学びについてアンケートを記入してもらいました基礎的な知識・技能を身につけるや興味・関心を持ち積極的に取り組むなど多くの項目で肯定的評価が80%を超えました 生徒の思考力、判断力、表現力、主体性の育成について必要なのは何だと思いますかの質問では考えをまとめ伝え合う他の考えに触れるの2つの項目は当てはまるとどちらかというと当てはまるが合わせて100%となりました研究テーマを達成するために特に研究を重ねてこられた方々からも共同学習が大切であることがわかります。またそれを行う上で タブレット端末などの ICT 活用も効果,的で効果的に行ってていいいきたいと考えています。本校ではこれらの実践研究を柱にして小中連携事業や校内研修会も行っています事業デザインのアイデアを出しさらに教科センター方式として校舎をどう活用していくかを考えていきます平成30年度来年2月20日に 今年度の ICT 活用を柱とした研究実践報告会を行いますぜひご来校くださいこれで中大中学校の成果報告を終わりますご静聴ありがとうございました